はい、マスオゲームズです。はい、皆さん今回はですね、超マスクラマスオのマインクラフトパート61やっていきたいと思います。まだパート1からパート60見てないよという方はですね、再生リスト作りましたので、ぜひそちらからチェックしてみてください。はい、ということで今回もやっていくんですが、まずは前回のおさらいをしていきたいと思います。前回僕はですね、森の館からネザーを経由してこの拠点になんとか舞い戻ってきました。かなりね、長い帰り道だったんで、無事にねこの拠点に帰ってこれるかすごく心配だったんですけど、まあなんとかね、まあ帰ってこれたというのが前回でございます。で、今回はですね、はい、何をしていくのかと言いますと、森の館に行く最中に実は僕ね、ゲート、ネザーゲートを実は一つ作ったんですよ。というのも、砂漠のすごく浅いところにスケルトンのねトラップをね発見しまして、ということで今回はそのね、スケルトントラップのゲート探しに行きたいと思います。すぐねそこでスケルトントラップを作りたいところなんですが、まずはねそのゲートまでの行かないと、まあ作りようがないので、今回はとりあえずそのゲートを発見しに行くぞってことでやっていきたいと思います。久々のね拠点ですよね、皆さんにねこうご紹介するのもね。で、ネザーゲートがねあっちなんですよね。ここら辺からさ、二股にしてさ、あっちにもトロッコで行けるようにしたいところなんですけど、はい、ちなみに拠点は結構村人さんたちで賑わってます。いいことですね。とりあえず、ネザーの世界に行っちゃいましょう。で、そんなにね多分ゲートまでの道のりも遠くないと思うんだよね。だから意外とあっさり今回は発見できてしまうかもしれない。ということで、ネザーでございます。で、この今の僕のいる位置が16443ということで、左上にね記載されているんですけど、僕がこれから向かうのはマイナス363、88、マイナス421っていうことで、まあマイナス400、400ぐらいのところに向かえたらいいのかなと思ってます。ということで、多分こっち、その森の館から帰ってきた道の方向だと思うんで、おそらくねこっち側にズンズクズンズクズンズンズンズクっておかしいか、ズンズン進んでいけば、そのところまで行けると思うんですよね。はい、ということで向かいたいと思います。っていうか、トロッコで来ればよかった。マイナス400、400って大体思っていただけたら合ってると思います。で、今がこれでマイナス100、100ぐらいになりそうな、マイナス100、100ぐらいには簡単に行けそうなんですけど、結構遠いのかな。ここでここ開けちゃいましょうか。こっから通れるように、この道を行けば、こっちでマイナス200までとりあえず来れそうだと。この白樺の木が一応僕が来たルートになります。もう少し進めば、ま、マイナス400まで行けそうな雰囲気なんですけど、こっちだ、方向的にはマイナス400なんで、ここずっと穴掘ってきたところですね。穴こっちからずっと穴掘ってきたんですけど、で、マイナス300とこっち来た道ルートですね、こっちを進んでいけばマイナス400あたりにはいけそう。マイナス363っていうのが本当の位置なんですけど、だいたいこのあたりか、このあたりですね、多分ゲートを作ったの。400なんでこっち方向だわ。こちらの方向に進んでいこう。結構遠いね、思ってたよりも。で、少し上なんですよね。おー、ここはここにこう置いて、上に上がっていきましょうか。マイナス88って書いてあったんで、こういう風に上がっていく。88、この辺りだね。で、もう少し進んでいくと421、お、この辺りかな。危ねえ、落ちるところや俺。危ない、危ない、危ない。うわ、こんなもんか。多分ねこの辺りで見えると思うんだよね。88、421、この下？いや、この辺りのはずなんだよ。421だから、え？あったー！あったー！あったぞ、これは！やったー！ということで、
ルート的にはね、まあそこそこ遠いんですけど、地で行くよりは絶対に近い。そういうところに、で、発見ですと。で、ちょっとここで一旦寝ましょうか。よし、おやすみなさーい。あ、新月だ、今日と。おはようございまーす。はい、ということで、着きました。ちょっと周り見ていこうか。ここかな？あ、ここだ、ここだ。はい、ここが、スポナーですね。スケルトンのスポナー。で、ここで、このスケルトンのトラップを作ってしまえば、骨が取り放題にこれからなるということなんですよ。じゃあちょっと、次回あたり、このスポナーを、のトラップを作っていくとして、ちょっと周り見てみましょうか。ちょっとだけ冒険。あ、危ないかな。まあ大丈夫大丈夫。大体覚えてるから。おー、あんなところに敵のアジトがありますね。で、かつ、ここにピラミッドありましたよ。結局ね、あれだったんですよ、僕。ジャングルとか発見できなかったんで、本当はね、この辺りにね、ジャングルでも、あれは掘った後かな？あ、違うわ。普通に。おー、来たことのないところだった。修繕のエンチャント本が欲しい。お、続いてるパターンですね、これね。よし、オッケー。じゃあ、中身見ていきましょう。ゴー！おー、強っ！落下軽減、爆発再生、トゲ、虫殺し、激流。強いな、これ。まあ、とりあえず、いいかな。ほいっと。鉄。おー、ダイヤモンドの馬の鎧。一つ取っておきましょう。ダイヤモンドの馬の鎧と。次が、ポイッと。関節攻撃とパワー。まあ、金のリンゴ欲しいですね。まあ、特別、めちゃくちゃ欲しいっていうものは、残念ながらない。どっちかって言ったら僕は鉄の方が欲しいから。っていうか、この辺り、洞窟探検にめっちゃ良さそうじゃない？なんかあんまり来たことないところだし。一回上がりますか。とりあえずね、僕ね、今、鉄がないんですよ、鉄が。鉄さえあれば、ここまでの道のりを、いい具合に線路で作って、で、簡単にここにね、来れるようにすることも可能ではありますし、鉄集めの、ここの冒険でもいいかもしれないな。ただ、それだったらさ、家の近くでさ、鉄集めつつ、スポナー発見した方が、いろいろ考えると楽じゃないっていうね。ただ、こうやってスポナーが簡単なところに発見できてるっていう事実なんだよな。結構今回のそのマインクラフトは、ワイドに動いてますよね。おわー、綺麗、ここ。もうね、結構ね、動画ボツになってるんですけど、僕、ジャングル結構探してるんですよ、僕。ジャングルないかな、ジャングルないかなって。ずーっと探してるんですけど、なくてですね。やっぱね、ジャングルないかなーって探しちゃいますよね。まあ、ただここは花畑でめっちゃ綺麗だな。いいところだな。ナイスポジション。あ、雨降ってきた。ナイスプレイス。よーし。じゃあ逆の砂漠側を少し見ましょうか。はい、ということでゲートの位置まで戻ってきたんですけど、逆の方向を見ても、砂漠、そして奥にジャングルではなさそうな木が見えるくらいで、まあ基本的には何もない、うん、っていう感じですかね。はい、でここでね、僕思ったんですよ。今回っていうか、このね、スケルトンのスポナーを作ろうと思って、まあ、とりあえず今回ここまで来たんですけど、もう、ここで素材を集めて、で、このスポナーを作った方が、わざわざ一回拠点に戻って、アイテムをね、取り直してきて、またここに戻ってっていうより、早いんじゃないかなと、うん、思いまして、はい、次回から、とりあえずここの周りで資材集めて、で、その、スケルトンのトラップを、作れるようにしていきたいと、うん、思います。トラップ作るのに必要なのがですね、ガラスとか石とか鉄とかレッドストーンとかなんで、その冒険にもねすごく良さそうですし、はい、ということでね、次回はこのね、下の地下を冒険していくような形で進めていきたいと思いますので、またぜひ見ていただけたらなと思います。ということで皆さん、今回も最後までご視聴いただいてありがとうございました。以上、マッソーゲームズでした。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。
Twitter、Instagram もやってますので、ぜひフォローよろしくお願いします。